この動画では脳静脈血栓症の画像診断について解説していきたいと思います。脳静脈血栓症は脳の静脈に血栓ができて随伴所見として脳出血や脳梗塞を起こす病態ですけれども、この動画の目標としては脳静脈血栓症の病態について説明し、さらに画像所見については CT、MRI それぞれについてかなり詳しく説明していきたいと思います。またこちら MRI に関してですけれども、診断に有用なシーケンスについて知るということも同時に行っていきたいと思います。キーワードについてはこれらのキーワードについて説明していますので、特に画像所見について知りたい、このようなキーワードについて知りたいという方はぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。それでは症例を提示します。50歳男性で頭痛発症の症例です。右の横静脈動と比較して左の横静脈動が明らかに高信号になっており、錯状の構造物となっています。このことから脳静脈血栓症が疑われ MRI が施行されました。拡散強調画像を撮影してみると、本来拡散強調画像では MPG というパルスによって流れを打ち消す作用があるため、動脈はもちろんこのような静脈も本来は低信号となるはずですけれども、横静脈動が病出されており異常だとわかります。またこの部分の高信号が目立ちます。 T2 強調画像と D1 強調画像ではフローボイドの消失が見受けられ、この部分の高信号が明らかです。 T1 強調画像では脳実質と同じぐらいの信号と思われます。フリアでも T2 強調画像と同様に流れで低信号になるはずの静脈のフローボイドが消失し、この部分の高信号が目立ちます。 3D フリアでは通常のフリアよりもこの部分の高信号がより明瞭です。自家率強調画像 SWI ではこの部分の血栓と思わしきものの自家率効果によって低信号となっており、 MR ベノグラフィーでは横静脈動が病出されていません。以上のことから左の横静脈動の静脈動血栓症と診断され、ヘパリンによる治療がされた症例となります。もう一例症例を見ていきたいと思います。今度は14歳男性で非常に若い方ですけれども、頭痛痙攣 JCS200 の意識障害の方です。単純 CT で右の側頭葉に小さな出血が見受けられます。別のスライスではこの部分にも出血がありますけれども、横静脈動の内部にわずかに高信号域が見受けられます。これだけでは分かりづらいため MRI が施工されましたけれども、 T1 強調画像で同部位が高信号、 SWI では自家率効果によって信号が抜けています。 T2 強調画像では少し不明瞭です。この方は造影検査が行われ、 3D のグラジエント工法の T1 強調画像造影後の検査で、この横静脈動の内部に信号欠損が見受けられ、この静脈動の内部に血栓があると診断されました。横静脈動の血栓症に随伴する出血と診断された症例です。脳静脈血栓症はセリブラルベーナスロンボーシスということで CVT と略されます。硬膜静脈動やその他の静脈が血栓によって狭窄あるいは閉塞し、静脈の貫流障害によって静脈圧が上昇することで生じる疾患とされています。脳静脈の解剖についてはこちらの動画で詳しく解説していますので、こちらの動画を参照いただけたらと思います。脳静脈血栓症は部位によって硬膜静脈動が詰まった場合は静脈動血栓症、深部の静脈が詰まった場合は深部静脈血栓症、皮質の静脈が詰まった場合には皮質静脈血栓症と大きく分けられます。これから詳しく説明しますけれども、約4分の3は原因となる何らかの基礎疾患を有しますけれども、不明な場合もあります。臨床症状は非特異的ですけれども、頭痛が多いということが報告されており、その他局所的な神経症状、痙攣、頭蓋内圧亢進による頭痛、うっ血乳頭やそれに伴う視力障害、おしん嘔吐、意識障害、クッシング症候群等が起こります。またこちら非常に重要ですけれども、約 70% に症状の変化があるとされ、こちらは新たに血栓が形成されたり溶けたり、また再開通が起こることによって短時間で症状が変化するというのが非常に重要です。それに伴って画像所見も短時間で変化するので、画像を見る際にも注意が必要です。後発年齢は特になく、小児から高齢者まで発症しうるということで、若い方でこのような症状がある方はマークする必要があります。またこれからお話しする、基礎疾患や原因となっている妊娠や経口避妊薬などに起因すると思われますが、女性に多い傾向があります。また静脈動が閉塞することによって貫流障害が起き、静脈が鬱血することによって関節所見である静脈性の拘束や出血をきたして症候性となる場合があります。これらの随伴する
脳梗塞や脳出血に関しては画像診断が非常に重要な役割を果たしています。こちらは血栓ができる部位別の頻度となりますが、最も多いのが上視上静脈洞 63%、 続いて横静脈洞 57%、 深部静脈 32%、 直静脈洞 15%、 皮質静脈 6% となります。この頻度別の順番にスライスをめくりながら血栓を探す習慣をつけると、血栓がより見つけやすくなると思います。続いて脳静脈血栓症の原因とリスク因子、また血液検査について見ていきたいと思います。脳静脈血栓症の約4分の3でこれらのリスク因子があるとされ、624例の報告では先天性もしくは後天性の血栓促進素因、つまり血液疾患が 34%、 妊娠と産褥期が続いて 20%、 当該内の感染症 10%、経口避妊薬などの薬剤 7.5%、 悪性腫瘍 7.4%、 硬膜静脈洞の機械的損傷、これは外傷や手術などによりますが 4.5%、 全身性リテマトーデスなどの炎症 5%、 脱水が 1.9% とされています。これらの原因が単独である場合もありますけれども、 44% に複数の危険因子があるというふうに報告されています。おおむね感染、妊娠関連薬剤、血液疾患、悪性腫瘍などをマークしておくといいと思います。血液検査に関しては D ダイマーの値が参考になります。脳静脈血栓症ではこの D ダイマーの上昇を認めます。 D ダイマーとは血管壁に傷などがついた際に止血をするわけですけれども、フィブリンというものによって止血しますが、その止血した後プラスミンというものによって溶かされるわけですけれども、その分解された際に生じるゴミや残りカスのようなイメージです。体内のどこかに血栓がある際に上昇傾向となります。体内に血栓が多くある際にはそれを溶かす作用も多いため D ダイマーが上昇します。基準値は 1.0 マイクログラムパーミリリットル未満とされ、この D ダイマーの値は脳静脈血栓症の診断に非常に有用ですけれども、偽陽性が 9%、 偽陰性が 24% であったという報告があり、特に偽陰性が 24% であるということで、上昇が見られなくても臨床所見で脳静脈血栓症が疑われる場合は除外してはならないとされています。個人的にも画像上で明らかに脳静脈血栓症ですけれども D ダイマーが陰性であったという症例は多数経験しています。それでは今回の動画のメインテーマである脳静脈血栓症の画像所見について見ていきたいと思います。 CT と MRI について詳しく説明していきますけれども、単純 CT では血栓自体が高信号で検出できる場合があり、高度サインや電子デルタサインなどと言われます。造影 CT では血栓部の造影欠損が見受けられることがあり、エンプティデルタサインなどと言われます。 MRI では造影後の 3D グラジェントエコー法による T1 挙上画像では造影 CT と同様にエンプティデルタサインが見えます。拡散強調画像では血栓自体を検出できたり、関節所見である脳梗塞を検出するのに向いています。 T2 スター強調画像や磁化率強調画像 SWI では血栓部の磁化率効果による低信号、関節所見として訴えした静脈の拡張、脳出血の検出に向いています。フレアでは血栓自体を検出できたり、血管性浮腫の検出ができるシーケンスです。 MRI の基礎シーケンスである T1 強調画像と T2 強調画像では、こちらでも血栓を検出できる場合があり、急性期や急性期など時期の推定にある程度役立ちます。 PC 法による非造影 MRV は造影検査をせずに静脈を病出することができる優れた方法ですけれども、静脈の血流欠損を病出することができます。ここからはこれらの項目について一つ一つ詳しく見ていきたいと思います。それでは画像所見として単純 CT から見ていきたいと思います。単純 CT で約 25% の症例で血栓が高信号になる場合があります。こちらは横静脈洞の血栓の症例ですけれども、血栓がこのように線状、高度状に見えるということでコードサインと呼ばれます。こちらは上視上静脈洞にできた血栓ですけれども、電数デルタサインやトライアングルサインと呼ばれます。デルタやトライアングルは三角形という意味なので、上視上静脈洞がこの単軸像で三角形に見えるというサインです。このような血栓が高信号になる場合というのは 25% と言われますけれども、単純 CT で分かるということで非常に重要なサインとなります。単純 CT では必ず静脈に目を向ける癖をつけると良いと思います。このようなサインは新スライスだと分かりやすいため、 MPR を作るための薄いスライスでできれば多方向で観察すると良いと思います。ピットフォールとしては、急性期の血栓は高吸収になりますが、慢性期の血栓は吸収値が下がり正常になること、若年者では生理的に静脈洞が高吸収に見える場合があり判断が難しいということ、
脱水やヘマトクリット値の上昇、周囲のくも膜下あるいは硬膜下の出血で同様に上昇することなどがピットフォールとなります。これだとある程度鑑別するためには、このような鑑別になるものは全体的に広がる微慢性、静脈洞血栓症の場合はこの部分だけ高信号になる極座位性ということで、ある程度鑑別が可能です。続いて造影後の血液プール造影硬化内の血損像について見ていきたいと思います。こちら造影後の 3D グラジエント工法の T1 強調画像ですが、左の横静脈洞が均一に造影されているのに対し、右の横静脈洞に血損像が見受けられます。このような血線部の造影欠損のことをエンプティデルタサインと言います。静脈洞の辺縁のみが造影され、発症後1から4週頃に見られるサインです。こちらは CTV の画像ですけれども、上視上静脈洞の内部に血栓があり、デルタという名前の通り三角形状に造影欠損が見受けられます。 CTV の利点としては空間分解度が非常に高く、血栓部の形状評価に優れている点です。欠点としては、上視上静脈洞内の血栓が高吸収域を示したり、造影効果があったりして、血流の造影効果と区別できないことが稀にあります。よって CT のみでは診断が不十分な場合があるという報告があります。それに対して MRI では TE の比較的長いスピン泳法の T1 強調画像では、造影後でもフローボイドによる造影欠損を呈することがあるため、TE の短い 3D のグラジエント工法の T1 強調画像を用います。 3D で撮影するため、様々な断面での再構成も可能です。利点としては CT のような欠点はなく、非常に均一な造影効果が得られ、脳静脈血栓症の確定診断ができる点です。また拡散強調画像など他のシーケンスがあるため、脳梗塞の検出などその他の情報が多いメリットもあります。欠点としては CTV と比べると空間分解能では劣る点が挙げられます。続いて拡散強調画像での静脈内の高信号について見ていきたいと思います。こちらは非造影の MRI で撮影することができ、とても分かりやすい画像所見であるため、脳静脈血栓症の診断に非常に有用なシーケンスです。拡散強調画像は MPG というパルスによって流れを非常にきれいに消してくれるシーケンスです。上視上静脈洞や横静脈洞などはこのように全く見えないのが普通ですけれども、このように静脈内に高信号に見えること自体が異常となります。血栓を反映した所見ですけれども、脳静脈血栓症の約41%に見られたという報告があります。このように ADC 値が低い部分の血栓というのは拡散制限があるということを表していますが、こちらの症例は ADC 値が低い血栓と ADC 値が高い血栓が混在しています。 ADC 値が低い血栓というのは臨床経過が長引き、再開通の頻度が少ない傾向があるというふうに言われています。ここで拡散強調画像で流れが消えるメカニズムについて見ておきたいと思います。拡散強調画像はプラスマイナスの一対の傾斜磁場であるモーションプロービンググラジエントという傾斜磁場を使います。そうすると、こちらの部分が1.5テスラよりもやや磁場が高い、こちらが1.5テスラよりもやや磁場が低いなどの状況が生まれます。磁場の大きさによってプロトンの回転速度は決まりますので、例えばこの赤のプロトンは速く回る、青のプロトンは遅く回るということが起きます。しかし、ここで磁場を反転すると、今度は青がスピードアップ、赤が遅いということになりますので、スタートダッシュを切っていた赤が遅れ、遅れていた青が遅れを取り戻し、最終的にはこのようにプロトンの位置が揃います。そうすると、ベクトルの足し算によって信号が大きくなるというのが静止組織の挙動となります。よって拡散強調画像では静止組織が信号が高くなります。それに対して拡散している組織というのは、例えばこの部分では赤がスピードよく回転しますけれども、反転した時にこの部分にもし移動してしまった場合はさらにスピードアップしてしまうため、このように矢印が揃うということがなくなってしまいます。プラスマイナスの傾斜磁場できれいに元に戻ることができないので、ばらついたプロトンを足し算しても信号はあまりありません。よって拡散している組織というのは拡散強調画像では低信号ということになります。静脈の血流によって静脈のプロトンというのは動きまくっているため、通常ほとんど信号を出しませんけれども、血栓によって停滞してしまった場合には静止組織に近くなって信号を出すというのが今回の画像所見のメカニズムとなります。
続いて T2 スター強調画像もしくは自家率強調画像 SWI による血栓の自家率効果について見ていきたいと思います。こちら SWI の画像ですけれども、血栓がある部分がこのように低信号になっており、あたかもこの部分に金属があるかのような画像になっています。この正体はヘモグロビンに含まれる鉄が正体となっており、ヘモグロビンはその変性の程度によってオキシヘモグロビン、デオキシヘモグロビン、メトヘモグロビン、ヘモジェリンへと変化していきますけれども、それぞれの変性の過程によって磁性が異なる性質があります。オキシヘモグロビンは正磁場と反対方向に小さな磁場を作る反磁性、デオキシヘモグロビン、メトヘモグロビン、ヘモジェリンは正磁場と同じ方向に磁場を作る常磁性となります。これによってこの局所的な部分で磁場強度が異なり、ラーモアの式によってプロトンがそれぞれ違った回転数で回転してしまいます。そうするとたくさんあるプロトンがバラバラの方向にを向き、この部分だけ低信号になる磁化率効果が起き、この部分だけ局所的に低信号になるということが起きます。 T2 スター強調画像よりもより磁化率の効果を強調した磁化率強調画像 SWI の方がこれらの血栓に対しては検出能が高いと言われています。続いてフレアでのフローボイドの消失と血栓の検出について見ていきたいと思います。フレアはスピンエコー系のシーケンスですので90度パルスと180度パルスを使いますけれども、90度パルスを受けた血液というのは180度パルスを受ける前にどっかに行ってしまうフローボイドが起こるため、通常静脈は低信号に見えます。しかし血栓によって停滞した血液というのは90度パルスと180度パルス両方受けることができるので、フローボイドの消失が起き、このような血栓の更新後が出てきます。また血栓自体のこのような T1 緩和の影響も含まれると考えられます。 2D のフレアでももちろん血栓は観察することができますが、 3D のフレアだとより明瞭に観察することができます。 3D のフレアではスライス圧が薄く見やすいという点と、フリップアングルを様々変えながら撮影しますので、流れの低信号をさらに強調するため非常に血栓の部分が分かりやすいです。またMPR データ方向での観察も可能となります。個人的には静脈洞血栓症の診断には 3D のフレアは非常に見やすく、個人的には非常にお気に入りのシーケンスです。 MRI ではフェーズコントラスト法を用いて非造影で静脈を描出することができます。こちらの症例は大静脈洞が描出されていませんが、このような静脈及び静脈洞の血流欠損や到達遅延を観察することができます。また側袋の評価はですね、コークスクリューベインと呼ばれる拡張蛇行した側袋を見つけることもできます。また原画像で皮質静脈の吐絶などを観察することができます。利点としては妊娠中や腎不全などで造影剤の使用が禁忌である症例でも検査可能であることが挙げられます。欠点としては空間分解能やコントラスト分解能が低いこと、またフェーズコントラスト法は流速を強調する画像ですけれども、流速は呼吸状態によって増減するため、これによって病室が悪い場合があり、特に左の静脈洞から内形静脈で多く認められます。また静脈自体の低形性無形性がある場合があり、このような欠損と静脈自体が無形性なのかを区別することはできません。大静脈洞、特にこのような低形性無形性は大静脈洞で顕著で左右差を認める場合が多いです。特にS 状静脈洞から O 静脈洞にかけてに関しては定型性の頻度も高いです。上周葉静脈洞では情報優位の発達となり、下方で発達が不良な場合もあるため、このような定型性無形性には注意を向ける必要があります。 MRI の基礎シーケンスである T2 強調画像や T1 強調画像で血栓が検出できる場合があります。こちらは赤血球の変性の程度によりますが、最初は半次生体のオキシヘモグロビンからスタートし、その後常時生体のデオキシヘモグロビン、メトヘモグロビンへと変化していきます。急性期の血栓は5日以内の血栓が多い予想と言われていますけれども、 T1 強調画像で脳実質と同程度、 T2 強調画像で低信号となり、正常のフローボイドに類似するため少し難しいですけれども、6から15日程度の急性期血栓に関してはメトヘモグロビンを反映して T1 強調画像で高信号になるというのが特に特徴的です。慢性の閉塞に関しては血栓の程度は様々と言われています。このような赤血球の変性によって出血がどのような信号変化をたどるのかというのはこちらの動画で詳しく説明していますので、こちらの動画も参照いただけたらと思います。
ここでまた違った症例を見ていきたいと思います。25歳女性でホルモン剤を内服し頭痛発症した症例です。単純 CT で直静脈動や脳底静脈、内大脳静脈などの深部静脈に高信号域が見受けられ、この部分の血栓が疑われます。理化率強調画像 SWI では末梢の深部静脈の部分が静脈の部分の訴えを反映して非常に拡張していることがわかります。拡散強調画像では基底核や視床に高信号域が見受けられ、 ADC 値は低下しており、この部分の静脈性の脳梗塞と考えられます。フリアでは同部位が高信号になっており、特に高信号が目立つ部分は血管性浮腫になっているものと思われます。ホルモン剤を内服しているということから静脈血栓症に一致しますけれども、その中で深部静脈に血栓がある深部静脈血栓症の症例でした。深部静脈の解剖や血管性浮腫に関してはこちらの動画を参照いただけたらと思います。深部静脈血栓症はよくある静脈洞血栓症と比較し、死亡や重大な後遺症を残す場合が多い疾患となります。症状は頭痛、嘔気、嘔吐、局所神経症状、変麻痺、失語症、痙攣、昏睡など非特異的で、症状だけでは見分けることは非常に難しいと思います。また D ダイマーも正常なことがよくあり、除外診断には役に立たず、画像診断が非常に重要な役割を果たしています。単純 CT や T1 強調画像、T2 強調画像、フレアなどで深部静脈、つまり直静脈動や蛾蓮静脈、内大脳静脈、脳底静脈の血栓をしっかりと観察することが重要です。また随伴所見としての脳梗塞や脳出血を起こすことがよくあり、基底核や視床の梗塞、出血、血管性浮腫に注目する必要があります。特に両側の視床に病変が及ぶことがあり、両側視床病変の原因として深部静脈血栓症は非常に重要です。今回の症例にあったように脳静脈血栓症では血栓自体を見るだけではなく、関節所見としての静脈の訴えや静脈性梗塞を観察することも重要です。次回列強調画像では、訴えした静脈は非常に拡張するため、そのデオキシヘモグロビンの濃度が高いことを反映して、拡張した静脈を観察することができます。拡散強調画像と ADC マップを使って脳梗塞については見ていきますけれども、信号強度は一般的な脳梗塞に準じますが、分布が動脈の支配に一致しないため、重要なチェックポイントとなります。脳梗塞を見た際には必ず支配領域に一致しているのかどうか、分布を観察する習慣をつけるといいと思います。続いての関節所見として静脈性出血について見ていきたいと思います。脳静脈血栓症に随伴する出血としては、脳内出血と円蓋部くも膜下出血が重要です。脳内出血に関しては脳静脈血栓症の114例中53例に脳内出血があったという報告があり、特にスモールジャクタコーティカルヘモリッジ JCH と呼ばれる出血が特徴的です。こちらはスモール、直径が20ミリ以下で、ジャクタというのは筋棒のという意味があるんですけれども、皮質筋棒の小さな出血が特徴的とされています。こちらがその例なんですけれども、非常にちっちゃい出血で皮質筋棒にあり、この部分で U ファイバーと呼ばれる白質の繊維に沿った屈曲した形状の出血が特徴的です。同じ報告では53例中14例に U ファイバーにある皮質の形態に沿った出血、こちらをカシューナッツ状とかマガタマ状と表現するんですけども、そのような出血があったと報告されています。こちらは皮質化静脈の一つの球状静脈という静脈が U ファイバーに沿っているということから、このような形態になるというふうに考えられています。また脳の上にある蓋の部分にある円蓋部くも膜下出血も非常に特徴的な出血です。こちらは円蓋部くも膜下出血の報告をまとめたものですけれども、脳アミライドアンギオパチー、過逆性血管捻縮症候群、それに続いて脳静脈血栓症が原因の一つとしてあり、こちら頻度が 10% ということで、円蓋部くも膜下出血を見た場合には脳静脈血栓症を考慮する必要があります。脳静脈血栓症に伴う円蓋部くも膜下出血では強い頭痛で発症するとされ、くも膜下出血は円蓋部にあり脳底部にはない、もしくは少ないというふうにされています。また脳静脈血栓症が原因の場合には上視上静脈洞の部分に血栓が多いということが報告されています。脳静脈血栓症の重症度と治療についてですが、このようにステージ1からステージ5に分け重症度を判定していきます。ステージ1は実質な異常がなく、症状は頭痛、乳頭浮腫、脱力、意識混迷となります。ステージ2は脳の主張が起こり、脳梗の狭小化が起こります。実質内の信号変化はまだなく、頭痛増悪、腹痛、痙攣、発作、意識低下、脱力などが起こります。
ステージ3では浮腫が起き、 T2 強調画像での高信号が出現してきます。意識障害が高度となり、片麻痺や転換発作が起きます。ステージ4は高度の浮腫があり、一部で出血が起こり、片麻痺、痙攣発作、混迷が起こります。ステージ5では強いマスエフェクトを伴う著名な浮腫出血が起こり、症状としては非常に意識が混迷する場合が多いです。ステージ3以下の場合には、治療によって血栓を溶解することで症状が消失する可能性が高いということで、このステージ1からステージ3をしっかりとマークすることが大切です。治療方針としては抗凝固療法であるヘパリンが使われることが多いですけれども、脳卒中治療ガイドラインでは出血発症の脳静脈塞栓症においても抗凝固療法を使うことは妥当であるとしており、またアメリカやヨーロッパのガイドラインでもヘパリンの安全性をしっかりと確認し、抗凝固療法を推奨治療としています。しかし入院時に頭蓋内出血を認めてヘパリン治療を行った群では、その後の出血の増大を伴って予後が悪いという報告もあり、フルドーズのヘパリン投与については慎重であるべきという意見もあるようです。最後に画像の変化に着目するというお話をしておきたいと思います。脳静脈血栓症は治療効果も含めてですけれども、新しく血栓ができたり血栓が溶けたりして、短時間に臨床症状や画像所見が変化しやすい特徴があります。こちらの症例はこの部分に JCH の出血があり、 CT をよく見てみると上視上静脈洞に加えて皮質静脈にも血栓があります。上視上静脈洞の血栓は冠状段で分かりやすいです。拡散強調画像ではこの黄色の矢印で示した部分の上視上静脈洞の前と後ろに異常な高信号があります。その部分は T2 スター強調画像で抜けており、血栓のヘモグロビンの変性を反映したジカリス効果だと分かります。さらに上のスライスだとより明瞭です。また T2 スター強調画像のこの深部の静脈にも拡張が見受けられ、 MR ベノグラフィーでは上視上静脈洞や直静脈洞などが以降の静脈が病出されていません。内科的治療後20日後の画像ですけれども、画像所見が大きく改善していることが分かります。 MR ベノグラフィーでは上視上静脈洞と直静脈洞以降の静脈がその後しっかりと病出され、拡散強調画像でこの前後にあった異常な高信号域が改善され、きれいにローになっていることが分かります。 T2 スター強調画像では深部静脈の拡張が改善され、上の部分のスライスの上視上静脈洞、皮質静脈の拡張が改善しています。こちらは治療によって改善した症例ですけれども、新しく血栓ができて短時間に悪化したり、短時間で画像所見が変化しやすいというのが脳静脈血栓症の非常に重要な側面ということになります。そちらにしっかりと注目していただきたいということと、異常と正常の画像を見比べることによって画像を見る目が養われると思いますので、こちらの症例を紹介させていただきました。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は脳静脈血栓症について見てきました。画像診断が非常に重要な役割を果たし、血栓自体を見るだけではなく、関節所見としての脳梗塞や脳出血、血管性浮腫の検出が重要でした。単純 CT では、高度サインやデンスデルタサインとして、高信号の血栓を検出することができる場合があります。造影 CT では、エンプティデルタサインで、血栓部の造影血栓を見ることができます。造影 MRI でも同様ですけれども、3D のグラジエント泳法の T1 強調画像を使って見ていきます。拡散強調画像では、流れの部分が消えるため、流れがないという異常を検出することができたり、血栓自体を検出するのに非常に有用です。また、関節所見としての脳梗塞を検出することができます。T2 スター強調画像や SWI では、血栓部の自家率効果を反映して低信号で見たり、うっ滞した静脈の拡張、脳出血の検出に非常に有用です。フレアでは同様に血栓を検出したり、血管性浮腫の検出をすることができます。特に 3D フレアでは流れをより消してくれるため非常に見やすいシーケンスでした。 T1 強調画像と T2 強調画像は血栓の検出ができる場合があり、特に R 急性期の血栓の検出に有用です。 PC4 を使った非造影の MRV では静脈の血流欠損を病出できます。これらの画像シーケンスや臨床症状 D ダイマーなどから総合的に判断していきますけれども、特に MRI では非造影で検査する場合もあり、その場合には特に拡散強調画像で
本来流れが消えるはずの部分が高信号で出たり、3D フレアで高信号の血栓を高分解能で見るなどが非常に有用なシーケンスになってくると思います。以上が今回の動画のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。